センタリングだ。腕でストップした。シュートだ。こぼれ球。日本決めました。日本1点を先制。チャンスだ。シュートだ。勝ち越し点日本4点目。曲げてきた。ヘディングシュート。しまった。来た。日本先制点。ここで笛が鳴りました。日本素晴らしい。2勝1引き分け勝ち点7。立派な成績で日本 A グループの中から準決勝進出を決めました。こんばんは。こんばんは。さあ、いよいよ日本が28年ぶりにオリンピックへの重い扉を開く時がやってきましたね。そうですね。キックオフまであと10分を切りました、はい。本当にいよいよですね。いずれにしてもあと1勝ということです。ですね、選手そのもの見てますと、あのピッチに出た時にもリラクゼーションという意味ではほとんど問題がないように思いますね。むしろ西野監督の方が緊張してるんじゃないかっていう感じになるんですけど。そうですか。そうですか。それじゃあ現地の方から伝えてください。よろしくお願いします。白井、鈴木、田中、服部、前園、伊藤、城、広永、遠藤、上村です。リザーブには中田、秋葉、松原、道木、下田と入っています。白井をマンマーカーでつけるという西野監督の思いはどの程度功を奏するでしょうか。一方のサウジアラビア、5番のアブドラ・スレイマン、キャプテンで非常に力のあります。これは前半の4分でした。ここは広永ですね。そして前園、もう1回、今度はこれジョーですね。日本チャンスになった。チャンスになった。フリーで決めた。日本先制。日本前園先制。前半の4分、細かいパスから日本が、今のはサウジの手をつくように見事なプレーでした。素晴らしいゴールでしたね。やはりこのワンツーについてこれなかったですね。自らの喜びをつま先に合わせてみせました。まあ、自分で本当に最後はよく見切って決めましたね。日本は前半の4分に前園のシュートで1点を先行。その後はサウジの猛攻を受けていますがよく防いでいる。さあ、日本チャンスだ。前園城のコンビですね。狭い地域を切り開いてきました。後半の12分、伊藤から返ってきたボール、前園バランスを崩しながらしっかりと押し込みました。まあ、今の本当にあの狭い空間、この2人でよく抜きましたね。日本2点目。場内の歓声高まります。轟きます。まあ、3戦の UAE 戦が終わった後のプレスインタビューで西野監督が外国人記者から前園君のこと聞かれたらしいですけど、その時にいや前園はもっともっとやるんだ、はい、こんなもんじゃないと言ったのに外人プレス一応に驚いてたんですよね。もうその力存分に出してますね。試合また使う。伊藤が行きます。いやー、ま、伊藤、上村、この上村からのフィードがもう少しつながりがいいといいんですけどね。そうですね。ホイッスルありました。サウジボールです。こういうところの切り替えをしっかりしないといけないですね。あと後方から上がってくる選手のマーク、空中戦がありえます。8番のスライマニが蹴ります。曲げてきた。高いボールだ。決まった。サウジ1点を返しました。2対1。日本1点を許しました。サウジ急ぎます。加藤さん、これで日本は飲まれないこと、はい、
あとはどんなことが必要でしょう。やはりこの守りに回らないということですね。まあ、今ちょこれあのオベドドサリの走り込みですけどね。試合は再開されています。改めて見ましょう。ドサリこの大会素晴らしいあれですね。6点目ちょうどあの私言おうと思ってたのはあのこの辺で日本がその守備的なメンバー誰か交代とかね、ええ、そういうことを考えてるかなっていうふうに思ったんですよね。なるほど。上へのボールサウジのインターセプト。日本も疲れているが永田が入る。ああいいでしょ。逆にジョーを使ってきた。さあ永田が右へ流れていく。ジョーはゆっくり切り返す。シュート打ってくる。キーパー弾いた。いいですよ。素晴らしいシュートでした。思い切ってね。こういうこの時間帯の一つ一つのそのシーンで状況がガラッと変わってきますからね。ここから遠慮しゃくなく打ってきましたジョー。これで得たコーナーキック。日本はこの一連の流れを大事にしたい。37分を回りました。38分を回った。日本まだ1点リード。しかしなんとか加藤さんこれで1点加えますとまたガラリと変わりますよ。そうですね。蹴るのは前園。アウト。前園滑った。ちょうどあそこ蹴りづらいんですよね。あの前園がちょっと足を痛めた。前園が滑ってちょっと足を痛めました。腰を痛めたか。ちょうどタータンになってますからね、ボールはヘディングは前園大丈夫か。はい、ボールが送られる。日本インターセプト。インターセプトのボールもなかなか前に行かなくなってきた。相当疲労も加わっていると思いますが、まあ、ここまで積み重ねてきたコンディションのトレーニング、自分自身の食べたもの、栄養の管理、睡眠の取り方、そういったあらゆるものがこの勝負に関わっています。引っ張っていってもらいたいですね。日本疲労の中懸命です。一つのボールを追って懸命です。勝つことに対して集中しています日本。ボールを追う日本。ジョーが行く。日本ホイッスルがありません。日本は中盤頑張っています。サイドバックのジャハニインターセプト。残り時間あと3分を切っている。日本プレッシャーをかけたい。日本プレッシャーをかけたい。旗が上がった。タッチラインを割った。日本ボール。もう5メーターでもいいからもう少し前線からプレスをかけていきたい。もう少しで3分を回った。サウジも懸命です。日本がプレスをかけたい。サイドをえぐってくるサウジ。その能力をいかんなく発揮してくる。危ない日本。危ない日本。よく弾いた。よく弾いた。ナイスキーパーですねこれは。川口信じられないような好プレー。場内歓声鳴りやみません。これももう決定的でしたけどね。よく防ぎました。さあまだピンチがある。日本要注意。日本要注意。高いボールが上がる。川口がしっかり掴んだ。残り時間があと1分を回った。さあここで遅延行為も気をつけなきゃいけないですからね。選手はカタールのことを覚えているでしょうか。あの教訓が残っているでしょうか。日本1点をリード。1点をリード。サウジも懸命に来る。笛が鳴った。日本のファウル。サウジのフリーキック。あと1分を切った手元の時計。声を掛け合ってね最後集中してほしいですね。ハットに集中しています。サウジにとっては時間がなくなってきた。このセットプレーを注意。ブライ出してくる。キーパー弾いた。中田しっかり持つ。中田はゴールラインまでボールを運びたい。日本繋いだ。前園が走る力がない。インターセプトに入る。伊藤が頑張る。キーパーが出てくる。キーパーが出てきた。プレッシャーをかける元気が日本にはほとんど残っていない。日本危ない。ロスタイムに入る。日本1点のリード。サウジが来る。
サウジ要注意。日本頑張ります。ミドルシュートが来る。バウンドが変わる。選手が出てくる。キーパーがこぼす。キーパーが掴んだ掴んだ掴んだ。バランス掴んだ。日本の勝利に向かってしっかりとボールを掴んだ。川口躊躇なくボールを蹴る。プレーは始まっています。ロスタイムの中プレーが続いている。日本1点を守り切れるか。サウジの攻めになる。日本寄せたい。サウジのチャンスをインターセプト。日本懸命です。サウジも懸命です。ロスタイムが続いている。ロスタイム1分近くになる。よくインターセプト。日本レフェリーが時計を見た。レフェリーが笛を吹くまでは勝負は分かりません。日本気を緩めてはいけない。スローインです。スローイン。サウジも気が気ではない。日本しかし待ち待った瞬間を待っている。日本攻める。広永も行く。今待った笛。笛です。日本勝利の笛。アトランタに向かって28年の長い歳月を超えた笛が今日本の上に吹かれました。2対1。サウジを下しました。オベイドとサビを一本のセットプレーの得点に封じ込めました。日本28年ぶりの日本のサッカー界に新しい歴史の1ページを刻む貴重な勝利。本当に死闘という言葉がもうそのものずばりですね。もう本当全員の勝利ですよね。協会員の加藤さんも映ってますね。1968年のメキシコの銅メダル以来、日本はミュンヘン、モントリオール、モスクワ、ロサンゼルス、ソウル、バルセロナ、実にサッカーを始めた子供が大人になってまた子供を産んで、28年というのはそれだけ長い年月でした。